Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきます。日本、中国、韓国の3カ国が首脳会談の早期開催を目指すことで一致洋上風力発電をめぐる汚職事件秋元正俊容疑者を今日受託収賄罪で起訴する方針核のごみの最終処分場をめぐり 長崎県対馬市の日田勝市長が今日選定の第一段階となる文献調査の受け入れの是非を表明公正取引委員会が家具卸し最大手石器家具に立ち入り調査韓国のソウル市中心部で10年ぶりの軍事パレードが行われる さてまずは、えー、毎日新聞の一面からですが日本、中国、韓国の3カ国の政府は26日、昨日高級事務レベル協議をソウルで開催しまして首脳会談をできるだけ早い時期に開催することで合意したと。 いうことなんです、はい、この日中韓の首脳会談というのは定期的に以前は行っていたのがこのところずっとストップしているんですね、はい、まあそれをできるだけ早く開催しようということで合意したということです、えー、今回の議長国の韓国は首脳会談の12月開催を日中両国に打診したということです年内に開けるのかどうかというところが注目ですね2008年年から年1回回のの持ち回りで開催してきたこの日 中韓首脳会談なんですけども、はい、19年12月に、えー、中国・成都で開催して以来開かれていない、まあ、これはまあコロナ禍、ね、っていうところもあって開けていなかったんですが、はい、今はそれだけの事情じゃなくなってきているところもあるのかなと、<laughs> まあ日中の首脳会談自体も難しいような状況ですけども。 ユン政権になってからは、非常に友好的な感じに、ね、なってきてますけれども、まあ、韓国も入ることによって、日中がこう話せるようになると、またね、えー、ねいろいろ事態が進んでいくのかなと思います。えー、ということで、年内に開けるのかどうか、このあたりが注目ですさて、続いて、えー、朝日新聞の一面からですが。 政府の洋上風力発電事業をめぐって衆院議員の秋本正敏容疑者が逮捕された汚職事件で東京地検特捜部が賄賂額を 逮捕段階から1000万円ほど増やして合計およそ7000万円と認定し交流期限の今日自宅収賄罪で起訴する方針であることが関係者への取材で分かったと朝日新聞報じております7000万円の賄賂そうで、まあ、元々というところで言うと、はい、洋上風力発電事業について2019年から22年に数回日本風力開発の参入に有利な国会質問をしてほしいと この日本風力開発塚脇社長から依頼されてでその謝礼として秋元容疑者は2023年今年までに趣味の競走馬をめぐる経費として合計およそ6146万円の賄賂を受け取ったまあ収賄の罪で疑われていたわけですね、はい。で、特捜部はその後の捜査でさらに1000万円ほどが国会質問の見返りと評価できると判断しまして総額およそ7000万円に増やして 起訴する方針を固めたということですね。はあ、っていうね、政治と金ということですよね。<laughs> はい、さあ続いて、こちらも注目なんです、読売新聞、社会面で報じているんですが、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場をめぐって、はい、長崎県対馬市の日田勝市長は、今日 選定の第一段階となる文献調査の受け入れの是非を表明するということです、はい、もし受け入れるとなればこれは全国三例目ということになります三自治体目ということになります、はいえー、これまでま市議会の方では議長を除く十八人で採決しまして賛成十反対八8拮抗、まあ、はしていたんですけども、うん、賛成多数で 採択したということになっておりまして、議会としては賛成の方が多かった、最終的には市長の判断ということで、かつ市長の、まあ、どういう,こう判断を下すのかっていうのが注目されていたんですけれども。ね、もともとは市長もね、反対の立場で。ねでえー、票を得て 市長に当選しているわけですから,すから、ね、立場も苦しいところはある、うん、ただ一方で今の対馬の経済状況を見ると人口も減ってきていて漁業も不振でなんとかあの起爆剤になるようなまあものをやっていきたいというところでこの文献調査を受け入れると最大で20億円まあ交付される、まあ、これも一つの魅力ということ。うん、ただ 被爆地である長崎県の自治体ののつででもあるです、ね、長崎県の大石知事を訪ねて、まあ、状況を日田勝市長は報告して、そして知事は地域の安全や暮らし、風評被害など、さまざまな影響を考慮する必要があるなどとして、慎重な立場を示しているということ、そして経済産業省に技術に関する質問も市長はしていて、ええ、本当に大丈夫なのかとか、そういうこともいろいろ尋ねているようです。うんうん、でその国のの国回答も一つの判断材 量になるということですが、まあ県や国、いろんなところに訪、えー、ねていって、そこでのまあいろんなこう回答を引き出し、それをベースにして、そして市議会の判断も受け入れてどう決断を出すのか、そうで,すね、でも県県や国ってリスクの面はねどのぐらいですよ、ね、説明するのかなっていうはいなかなか難しいところですね。はいえー、今日一つ市長の この決断というのが一つ注目ということになります HKT48 の矢野瀬ヤーです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃千浜ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで桃千浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします